蒙古兵の骸からスクバタール隊の証を見つけた。クロードは真相に近づいている。怒りに満ちた声でうなりながら、鬼の犬がクロードの方へ近づいていた。まるでこの世を呪うような声にならぬ苦しみが、霧に覆い隠された家から漏れている。No!
その宝はクロードの手に渡った。丘の上に立つ家から人の悲鳴がこだましている。怨霊を打ち払うと霧はゆっくりと晴れていった。屋敷を包んでいた霧が少しずつ消えていく。誰かが船着き場で経を読んでいるのだろうか。霧の中に深く響いている。Ah!
船着き場を覆っていた霧はゆっくりと川下に消えていった。にわかにスクバタールの声が村中に響き渡った。おいクロードよ、力強い足音が迫る。クロードは戦いに備えて太刀を抜いた。兵の助けを借りてスクバタールは逃げた。クロードは焼き尽くされた村を後にする。スクバタールを打ち倒し他の民に同じ苦しみを味わわせぬことを誓って。